ファイトのカウンターこれがスーパーカー一本ワイパー車高もベタベタに低いよね。おそらくでもノーマルでこんだけ低いのかもしれんよな。こういうもうやっぱ究極のスーパーカーとなるとインチ数は15インチだけど全然いいよ。タイヤサイズ205おースーパーカーでタイヤサイズが205というね。おまあなんかそこら辺のカローラよりもなんかインチ低いしタイヤ細いんじゃねえかと思うけど全然いいよ。お25っていうのは一体どういう意味だろうな。このヘッドレストのランボルギーニ25周年っていう意味なのかな。お内装は白にこだわった感じね。ホンダはこの後ろのこのダクトの抜けがリアエンジンを強調してるね。タイヤサイズがリア345の35の15 15インチで345という太さのタイヤがあるんだね。15インチであれ意外とやっぱタイヤの外径がない方がタイヤ自体が太く見えるね。やっぱこの時代いいよな。素晴らしい。マフラーもなんかバコマフラーランボルギーニゴールドのマーク当時を思わせるテールランプね。この GT ウィング当時からこういう GT ウィングがあったのかな。よく見たら V 字になってるな。この V 字のリアウィングこれウィングだけであの男の車買えるんじゃねえのか多分。すげえぞこれ車高もベタかぶり状態間を通りたいけどこの間を通るのはやめとこう。リュックサック言ってるもんな。カンタック風なのか本物なのか。あーでもここ持ってきてるから本物だろうな。レプリカじゃねえよな。以上カンタック。